い、どうも、三四郎でございます。はい、どうもです。ジョーカーです。ご主人です。はい。で、今回はね、首打ち首打ちこういう状態になった時に腕が絡んでるじゃん。はい。これがこっちなのか、こっちなのかによってどうするっていう話ね。はい。それが、こっちの体さばきとこっちの、簡単に言えばこっちは肩、肘のところで絡めるように下げるんだよね。わかる。で、こっちは逆に首の付け根の方を持って上にこう跳ね上げる感じで、こう、おお、で、こうガッてなった瞬間にその時間差をつかむよね。両方グッてやるんじゃなくて、引くじゃなく押すが先。押すと体がこっち側に戻そうとするじゃん。そしたらこっち側に戻す。こう引く押す、をちゃんとこの同時にこうやるやり方もあるんだけど、それは相手のベクトルが、ガッてなった瞬間にこう、こう流れた時にこういうやり方ね。で、これが内側、髪が内側ね、俺が外側、ってなったら押してくるじゃん。じゃあ両方下げちゃう。これを脇締める感じ。はい。こう、これね、肘のここのところでね、使う。こう。で、これにこの耳、ジダっていうんだけど、こうジダね、はい、耳の後ろの両方を。やばい。トンってなるね、これ。このジダっていうのを両方やりながら、体のね、内に絞り込むような感じでやると、で、そのまま、これすごっ。これはやばい。やばいでしょ。うん、だから接近戦で話した時のこっち側の狙い方、この外のあれとカバーをしながらのジダのところを打つ。やばいです。本当に、すごい軽くやってるでしょ。はい。ね。はい。本当に くらってなるもん。なるよ。うん。やっちゃダメだよ。これやっちゃダメだよ。俺そうだ。普通に今やってたけど、これ良い子は危ね。良い子は真似しないでね。危ねえわ。そうだわ。これ、危ない危ない本当に。とっさにやっちゃったけど、そういう風になった時に、真正面で打つことって無理だから、真正面で打つんだとしたら、ここを滑らしてここの斜めの上の方に投げていくのね。はいはいはい。こうね。で、横から打つんだとしたらモザイクかけるよ。ここどこ。これ本当にやっちゃいけない。マジでダメだわ。で、この間マミヤ先生がやったの知ってる。本当に飛んで倒れるかって言って、こことこことここを同時に、あやばいやばい、電気走ってる。をやるとこうなるんで、モザイクかけ、うちのはモザイク入れないよ。危ねえ。そうだそうだ、やっちゃダメなんだ。これも急所です。大丈夫かい。ファンタジーじゃございません。だからね、本当この角度、この角度を中国拳法とかでよくやるのって、練りって、この練りで打つんだよ。この練りで打つんですよ。で、それにこっち側を同時に。で、このここで打つのか、この打った時に起こすのかによって威力が、ただ速さ、例えば打ってくるじゃん、このだけで打つのか、打ってくるか、こっち側にあれしてこっち側に打ってしまうのか、こういう、これが一応のカラクリね。はい、はい、やっちゃった。
あのね、それをあの中国憲法とかだとこういったノートとかでいつこうこう打つこう、ああ本当にダメだこれは、うんうん、っていう技がありますので、危険な技紹介に なりました、すいません、やりづれいや本当にね、角度もスピードも全部本当にね必要なんだけれども、あのこう打ってくるでしょ、打って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 っていう、それを打って打って打ってか、あのポポンって、まあ、でここでもう下ろしちゃうか、パンってこれのあれでそのまま下ろすか、でパンパン、クラクラしてるゆっくりトントントン、わかる、トンパン、これをポンパン、はい、ポンパンと、で、わあ、早い早い早い。でもこれでも一応半分ぐらいのスピードでしょ。はい、やっております。以上三章でした。お金からやらないでね。